ここで一人何も肩書きがない者がいます。さてそれは誰でしょうか。俺の口から言わせるなよ。まあ俺はな、言わずもがな、勇者の使命を継ぐ者、そしてシルビア、夢見る旅芸人、でも王族の子孫だな。マルティナは気高き女武道家と言ってはいるが、王女様ローに至ってはムッツリスケベの称号を得ているけど、元皇族、王族の父親だからな。こいつ自身も王様だったんだろうな。そしてセーニャとベロニカは政権の名を継ぐ者、そしてただのコソ泥孤児。ちょっと神の隣にいるの嫌だわ。並べ替えを入れよう。俺はちょっと身分の高い順に俺の隣に並んでほしいわ。まずやっぱ王女は俺の隣にいてほしいだろう。で神は一番端っこで俺の靴を磨いてもらおう。これでいいんじゃないのか。見てくれよ、勇者の名を継ぐ者、一国の王女、政権の名を継ぐ者、政権の名を継ぐ者だぞ。そして元王様に、貴族、コソ泥。パー、泥棒が映るからな。泥棒ってなんかね、窃盗症っていうのはね、遺伝、映るんだよ。俺はそういう風に汚れたくない。なんという大きさなのかしら。世界中の命がパンパンに詰まってるからな。これぐらいでかくないと収まらないんだろう。これ、そのまんまあれだな。同人ネタに使えるだろうな。カミューとセーニャのエッチのシーンとかで。俺の金玉には、俺の精子がパンパンに詰まってるからな。これぐらいでかくないと収まらないだろう。まあ、つってほしいよ。カミューとシルビアのホモ同人書くときは今のセリフ使ってくれ。来年のコミケあたりで売ってください。こうしてそばで見てるとちょっぴり怖いわね。なんだか飲み込まれちゃうぞ。このセリフも使ってください。この一連のセリフは使ってください。お願いします。そういうことも考えていくと、堀井雄二は天才だな。まさかつながり、